はいどうも、タカチャンネルのタカです。皆さんお元気しましたでしょうか。本日はですね、こちらをご紹介したいと思います。こちら、じゃじゃん、緑の箱に黒い文字っていうことは、そうです、レーザーです。レーザーの、今回ですね、L サイズの、マウスパッドをご紹介したいと思います。こちらはですね、レイザーのもう言わずと知れた名門のパッドにはなっております。こちらはゴライアスというシリーズになっていまして、こちらはスピードを重視したタイプのスピードコズミックエディションの L サイズという形になってます。こちら開封していきたいと思います。早速じゃあ見ていきましょう。はい、こちらがですね、レイザーのゴライアスのスピードコズミックエディションになっております。デザインはレイザーらしい緑の基調した形になってます。このゴライアスというシリーズはですね、2種類ありまして、1つ目がこちらのスピードタイプになっています。いわゆるスピードコズミックエディションのモデルで、もう1つがコントロールコズミックエディションというものがあって、2つの違いをですね、皆さんにご紹介できればなと思って今回これを購入しました。はい、っていうのが、まずスピードの方の特徴としてはですね、やっぱスピード重視なので、ここが滑らかじゃないといけないというところで、結構ツルツルした感じですね。はい、で、一方、じゃあコントロールってどんな感じなのっていう風に思うかと思うんですけど、コントロールはですね、前から使ってるレイザーのものがこちらになりまして、こう比べてもらうと、こっからじゃ分かりにくいかな、近くに乗ると結構分かりやすいんですけどね、こう蛇の鱗みたいな形で結構ザラザラした食感なんですよね。はい、なので、これによってマウスとの摩擦を生むことができて、より FPS とかに向いている形になっています。じゃあこれはどういうのに向いてんのっていうとですね、こういうのはね、どちらかというとマイクラとかに結構向いてるかなと僕は思っています。結構こう作業系が多い、ゲームに関しましてはスピード重視っていうところがあるので、こういうのはね、結構こうなんだろう、マイクラとか、あとはフォートナイトもどちらかというとこっち向きかなと思いますね。じゃあ一方、こちらの摩擦系は FPS でどういうのがいいって言ったら、コールオブデューティーとか、あと最近だと、レインボーシックス的な形のゲーム、ああいうものであったらこっちの方が僕は向いてるかなっていう形です。はい。で、こちらサイズ展開なんですけど、こっちが L サイズなんですけど、これもね、画面に入りきらないんであれなんですけど、これは EX サイズのものになります。EX サイズはですね、これ、言ったら L サイズ2枚分ぐらいの大きさですね。はい。なので、結構机が大きい人向けなのでご注意ください。で、その他にサイズ展開っていうのはどういうのがあるのっていうのをご紹介させていただきます。サイズ展開に関しましてはですね、こちら、レイザーのゴライアスのコズミックラージというページなんですけど、S っていうものと、M っていうものと、L と EX になってます。ここにサイズが書いてあるので、だいたいわかりやすいかなと思いますね。はい。で、サイズの違いなんですけど、S が、だいたい、この一番小さいのが S ですね。通常のマウスパッド、皆さんがよく会社で使われているマウスパッドよりは、若干大きいかなっていう次第です。で、M がそれよりも、結構大きくなりますね。で、L が先ほど見せた、形になっています。で、EX っていうのがもうこの長いものになっている形です。で、金額なんですけども、今、Amazon で見る限り S215×270mm に関しては1919円。で、M サイズ、EX、L サイズに関しては今、Amazon ではもう売り切れになっていますね。ただ、L サイズ僕が購入したのは、レイザーストアというところで購入したんですが、そちらで購入した時にはですね、3280円でした。で、EX に関しては4400円という形になっております。はい、正直スピードに関しては僕はあんまりまだ使ってないのでわからないんですけども、これに関して言うならば、すごい使いやすいなと思いました。なぜかっていうとですね、やっぱこの、素材がですね、ゴムラバーなんですけど、この裏側もですね、結構このゴムがしっかりしているので、机の上に置いた時にこうずれないっていうのがまず第一、いいポイント。で、もう一つがこの厚みですよね。厚さがすごい厚いので、こうキーボードとかを上に置いてタイピングした時も結構こう振動が吸収されるかなっていうところがあります。なので疲れの軽減だったりとか、あとはキーボード音の軽減っていうところではすごいいいなと思いました。こんな感じでね、今回はレビューを終了させていただきたいと思います。
まあ、これに関しては正直、使ってもらわないとわからないなというところがございます。ただね、やっぱこう、レーザーの、その3本頭のヘビ、これに関しては僕はもうやっぱレーザーファン、あのレーザー歴、2年っていう形になっているので、やっぱりこうワクワクするデザインだよね。俺この緑が結構好きなんですよ。結構巷では緑が嫌いな人って多いんだけど、まあ緑黒じゃないとやっぱレーザーじゃないかなと僕は思っているので、こういうデザインの、まあレーザーのマウスパッドは大好きです。はい。今回ね、Amazon に関しましては S サイズしか残ってないんですが、僕の概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらから購入ください。もしくはですね、私がよく購入させていただいている秋葉原の本店のつくもの地下1階にありますレーザーストアの方でもご購入いただければなと思います。私のチャンネルの方ではですね、このようにゲーミング PC を組み立てたり、このようにアップルの商品の紹介とかをメインにやっております。最近ゲームの、まあ、いわゆるゲーミング PC のグッズ結構凝っていたりとかもするので、ぜひそちらもどんどんレビューしていきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくね。バイバーイ。